水野から遠藤圭介、もう一度水野です。裏を狙った遠藤純喜、ボールが出ました。仕掛けます。遠藤純喜、左足のシュート、決まりました。藤枝逆転です。最後決めたのは遠藤純喜、見事な左足でした。このボール水野からまたいいパスが出ました。そして自ら仕掛けます。そして左足のシュート、ポストに当たってゴールインです。